今回はですね、はい、過去にやった動画のね、はい、リメイクということで、はいはい、前にねもう結構前もうほんと初期の初期で編集もクソやし喋りもクソみたいな動画の時に撮った、クラスのまとめみたいな動画を前回上げてるんですよ ね。そう、そちらのリメイクみたいな感じで、今シーズンアップデートが入って、はい、強化とか弱体化とかね、これが強くなりました、これが弱くなりましたとか、うん、いろいろあるわけよ。それもまとめて、なおかつ前回のリメイクなんで、はい、まあ細かくね検証した結果みたいなのを説明していけたらなみたいな感じで、なんで初心者の方も上級者の方もまあぜひ見ていただけたらなっていう感じの内容になるので、はい、ぜひ最後までご覧くださいということで、はい、まあ、僕らのチャンネルではね、まあこういった感じで検証系の動画を中心にね、いろんな動画上げてるんで、はい、ぜひ他の動画も見てくださいということでね、はい、チャンネル登録がまだの方はぜひ押すだけなんで押してくださいということで、それでは行きましょう。レッツゴー。はい、ということで、はい、一つ一つね解説していこうかなっていう感じなんですけど、まあ、今回のね検証結果に関しては僕とおよよと、まあ、フレンドのハシコとね一緒に手伝って検証した結果になるんで、うん、絶対にこれがこうですよっていうわけじゃないんで、はい、ある程度参考にしていただけたらなっていう感じで紹介の方していきたいと思います。で、一番最初にスカウトの方からね紹介していこうかなっていう感じなんですけど、こちらに関しては今回のアップデートでは何も変わっておりませんということで、はい、強化も弱体化も入っておりませんということで、はいはいはい、性能の方変わらないんですけど、はい、メインのスキルがセンサーダート、使用するとレーダーマップに敵の位置を表示するセンサーダートを発射するということで、こちらの方がね着弾してから着弾直後ですね、はい、壁の向こうの敵もオレンジ色に表示されるということで、うん、まあ、映像の方見ていただいたら分かるんですけど、まあ、一瞬だけ敵の位置が分かるんで、はい、足音してて分からなくてもセンサーダート発射するとモアみたいな感じで出てくるみたいな感じですかね、はい、でこちらの方のセンサーダートの効果時間が7秒ですね、はい、でサブスキルの方が追跡者ということで、数秒間にわたって敵の足跡を表示するということで、はい、まあ、道路にねオレンジ色のなんかニャン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 みたいな足跡表示されますよみたいな感じ、はい、そうで、こちらの方が20秒間、20秒前の足跡が表示されますよっていう感じなんですよ、うん、なんでだん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 時間が経つにつれてそれが消えていきますよっていう感じ、はい、でアップデートすると、まあ、どういった変化があるかというと、はい、センサーダートメインのスキルの方が効果時間が7秒だったのが10秒に伸びますよっていう感じですね、うん、なんでマップとかに表示される円が出て赤色に敵の位置が表示されたりとか、はい、まあ壁の向こうの敵がオレンジ色に光るのは一瞬で変わらないんですけど、うん、マップの表示が7秒から10秒に変わりますよっていう感じですね。でサブスキルの方が20秒から35秒に変化しますよって感じ、35秒前の足跡が表示されてだんだん時間が経つごとに消えていきますよっていう感じです、うん、めちゃ強いね、めちゃ強い、そうかな、まあでも35秒だと、うん、逆に近場でやり合った時に敵の足音が35秒前からだからそうだ、ね、めっちゃ分かりづらいって感じかな。だからアップグレ前の方がどちらかというと20秒前って良心的かもしれないね。そうだね。でスキルチャージの方がアップグレ前もアップグレ後も75秒なんですよ、はい、でそれが1回なんで1回使ったらまた75秒間待たなきゃいけないっていう感じですね、うん、はい、ということで、はい、お次ははい、ピエロということで、はい、ピエロのメインスキルの方がトイボム、近くのユニットだけを攻撃する犬を召喚、まあちょっと前まではゾンビが多分わーって追いかけてたんだけど、うん、それが犬に変わりましたよっていうちょっと虐待チックな感じになったんですけど、まあ犬がね2匹召喚されて、まあおもちゃのボムみたいなトイボムっていうなんかおもちゃでなんか音楽が鳴るおもちゃがあるんですよ、うん、それがまあ爆弾なんですけど、まあそれを出しますよみたいな感じですね、はい、でワンちゃんの方はどれぐらいの距離から追いかけるのかっていうと、うん、55メートルで敵を認知して追いかけますよって感じなんですよ、うん、なんで56メートルよりも離れてる場合だとワンちゃんに追いかけられないんだけど、うん、55メートルよりも近くに寄っちゃうと追いかけられますよっていう感じですね、うん、で話し忘れてたんですけどピエロに関しては強化が入ってますね、はい、で敵を認知して追いかけるんですけど敵を追いかけ続けたら60秒間追いかけ続けます、はい、で60秒経つと
事情的にワンちゃんがお亡くなりになるみたいな感じですね、はい、でもし敵を認知できなくてその場で多分居座ると思うんですね、うん、トイボム投げてそのおもちゃがわーって音楽流れてる周りにワンちゃんがずっと吠えてるんですよ、うん、敵が周りにいなかったら55メートル以内に、まあ、だから直径110メートルですね、うん、以内に敵がいなかったらずっとその場に居続けるんですよね、うん、でそうなる場合だとトイボムが18秒で爆発するんですよ、だいたい18秒、うん、なんでワンちゃんもそれで一緒にいなくなるっていう感じですね、はい、で強化の内容なんですけど、ゾンビの頃に比べて移動速度が上がったっていうのとダメージの方が上がりましたよっていう感じで、うんうん、ワンちゃんの一噛み12ダメージぐらいなんですよね約、はい、僕野良で体感したんですけど結構鬱陶しいんですよね、めちゃめちゃ追いかけてくるみたいな間違いない、そうだ家中とかちょっと入っちゃって、うん、角に追い詰められたらもう結構やられちゃうんですよねマジで、そうまあそういった感じですね。なんでメインスキルがまあそういった感じです。で、サブスキルの犬排除っていうのが、ピエロ同士、対ピエロに対してのスキルなんですよ。はい。なんで、通常のスキルはあんまり意味なくて、うん、相手がピエロだった場合に効果を発するスキルなんですけど、うん、相手がピエロの場合、相手のワンちゃんに気づかれるの。通常であれば、55メートルよりも近くなったら多分気づかれてたと思うんですけど、うんうん、自分もピエロで、相手もピエロの場合、相手のワンちゃんに、28メートル以内であれば反応される、うん、けど29メートルまでは近づいても反応されないんですよ、うん、なんで結構近づいても相手のワンちゃんに反応されずに済みますよっていう効果ですね、このサブのスキルの方が、はい、まあこれも役なんですけど、まあそういった感じですね、はい、でアップグレ後の変化点ってなるとメインスキルのトイボム、ワンちゃんが2匹だったのが3匹に増えます、うん、なんでもっと鬱陶しいですはいはい、まあ、変更点はそれぐらいかな。なんでスキルチャージは50秒で、はい、ストックが1なんで、うん、1回出したら50秒待つっていうのがピエロですね、はい、で話忘れてたんですけど、はい、この犬排除っていうのが効果が犬が追跡できる距離を 15メートル に短縮するって書いてあるじゃないですか、はい、これ僕ちょっと頭悪すぎて意味わかんなかったんですよ、はい、なんでそれを測った上で28メートルだったよって感じです、うん、だからあんまりこの効果を気にしてないっていう感じかな、僕らの検証だと。そうだね、そう、まあ、そういった感じなんで、これの意味が分かる方ぜひコメント欄募集しておりますので、お願いします、よろしくお願いしますということで、はい、お次行きたいと思います。はい、はい、お次が忍者ということで、はい、忍者の方は若干弱体化が入っております、はい、こちらの方がメインのスキルグラップルフックっていうのが発射するとターゲットに自分を引き寄せられるということで、うん、まあ、家とかね、木とかいろんなところにグラップルフック投げてみたいな、うん、でそこまで飛んでいけるみたいな感じだと思うんですけど、はい、そちらの方が、アップグレ前もアップグレ後も40メートルから35メートルに短くなりましたっていう感じなんですよ、うん、なんで忍者、多分僕も忍者めちゃめちゃ使うんで、はい、多分忍者使いの人は分かると思うんですけど、通常でさえなんか最近全然伸びねえなと思ったのが、うん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 、今シーズンもっと伸びなくなったみたいな感じなんですよね、うん、だから全然ね家とか飛ばしてもキャンセルってことが多分多くなるんじゃないかなっていう感じですかねそういうことですね、はい、でサブスキルの方がデッドサイレンスですね、はい、移動時の音を軽減するということで、アップグレ前の方が通常であれば敵の45メートル圏内に入ると、うん、足音が聞こえてしまうんですよ、はい、それが忍者のアップグレ前だと25メートルまで近づいても大丈夫ですよっていう感じなんですよね、うん、でこのデッドサイレンスがめちゃめちゃ強いのがアップグレ後がめちゃめちゃ強くて、うん、足音が無音になるんですよね、はい、なんでもう敵に全く気づかれずに背後を取れるっていうめちゃめちゃ強いんですよね、うん、めっちゃ強い、はい、で右上、まあ僕の場合右上なんですけど、うん、ミニマップが多分みんなあると思うんですよ画面に、うん、画面の方に普通であれば足音が鳴ったら足音マークが多分出るんですよね、うん、マップに。それがアップグレ後の忍者だったら足音も出ませんよっていう感じなんですよ、はい、なんで本当にねサイレントみたいな、うん、お化けという感じです、はい、で忍者のスキルチャージの方が、はい、アップグレ前が2個溜まりますよって感じです、うん、でアップグレードすると3つ溜まりますっていう感じですね、うん、でスキルチャージの方が前シーズンまではアップグレ前もアップグレ後も45秒だったんですよ、はい、それがアップグレ前は60秒、うん、1分ですね。でアップグレ後が50秒なんで、うん、まあ、若干ちょっと長くなりましたよっていう、溜まる速度がちょっと長なったよっていう感じですね、うん、っていう感じで忍者はちょっとした弱体化入りましたよってことですね。おい、はい、お次行きたいと思います。おい、はい、お次がディフェンダーということで、はい、ディフェンダーの方は若干弱体が入っておりますということで、はい、メインのスキルがトランスフォームシールドということで、周囲の敵にフラッシュバン効果を与えるトランスフォームシールドを設置するということで、うん、まあ盾の一番強いスキルよねこれが、うん、盾をバーン出した時にピカーンってフラッシュが出て、うん、コンマ0秒っていうの押した瞬間に相手を
目くらましに合わせれるっていう、もう最強スキルですね。最強で、これがねちょっと前のシーズンに弱体化入ってこのフラッシュの時間短くなりましたっていう感じになったんだけど、それでもまだ強いかなっていう感じですかね。でサブスキルの方が強化ということで、銃撃以外のダメージを 25% 軽減するということで、まあグレネードだったりとか、あとアンチダメージとかのダメージが通常のクラスよりも 25% 減ですよっていう感じですね、でストックが1個だけ貯めれて、スキルチャージの方が前シーズンまでは45秒だったのが、アップグレ前ですね、アップグレ前45秒だったのが50秒、アップグレ後が40秒から45秒っていう形で、まあ5秒間伸びましたよって感じですね。なんでちょっと前まで多分ね1回溜まるの30秒とかだったんですよ、だからもうすぐ溜まってすぐ出せるみたいな感じだったんですよね、それがもうだいぶ長くなりましたよっていう、まあそれでもまだ多分強いと思うんだけど、まあディフェンダーの方はまあスキルチャージ時間が伸びたんで、それでちょっとした弱体化入ったよっていう感じですね、まあまだ強いですね。強いですね。はい、お次いきたいと思います。 お次がトラップマスターということで、こちらの方は弱体化が入ったということで、はい、メインのスキルが電気仕掛け線、高電圧電流ラインを設置する、通過する敵はダメージを受け移動速度が低下ということで、こちらの方がね結構大幅に弱体化が入ってて、はい、まあ、弱体化の内容を先にご説明させていただくと、継続的な減速から急速な減速へ変更、こちらの方が持続時間がねバーンって引っかかってから10秒間ぐらいめっちゃ足細かったんですよ、前のトラマス、それがもうめちゃめちゃ強かったんだけど、まあダメージ食らうってのも強かったんだけど、足がね10秒間遅いからスライディングもできなければ逃げれないわけよね、その近くにおるトラップマスターがもし持っててみたいな、そう逃げれないわけよ。 それが前10秒だったのが、今回のアップデートでアップグレ前が 2.5 秒、だから引っかかって10秒間遅かったのが、アップグレ前だと 2.5 秒だけなんで、さっみたいな感じなんですよ。そういうことね。そう、だからあの本当 2.5 秒間だけ足遅くて、そこから速くなるよって感じ。だから通常通り動けるから、逃げようと思ったら逃げれるから。でこれがアップグレ5だと 3.5 秒なんで、ちょっともうちょっと長くなったんだけど、それでもやっぱ短いから、まあ、逃げれますよみたいな感じですね。使わないか分かるとしたらありがたいね。そうだね。でこの継続的な減速から急速な減速へ変更っていうのが、継続的っていうのが多分10秒間っていう長い時間を継続目的って多分例えてんだよ、運営さんはね、これが急速な減速へ変更なんで、まあ短くなりましたよってことですね、純粋に、まあ、僕らの解釈です、はい、でもう一つが減速比、アップグレ前が 45% から 60%、 アップグレ後が 65% から 70% って書いてあるんですよ、70% の減衰をゼロにって書いてあるんですよね、でこれがちょっと日本語がめちゃめちゃ難しいんだけど、僕らの解釈だと、トラップマスター引っかかります、足遅くなります、その足遅くなる速度ある、足遅くなる時間が例えば 2.5 秒だったとしても、この 2.5 秒間この遅い速度がアップグレ前だと 45% 遅かったのが 60% 遅くなるよってことなんで、前よりかは遅くなるよって感じ、持続時間は短くなったけど、この足の遅さはもっと遅くなったよっていうイメージとしてはそんな感じなんですよ、でアップグレ後が 65% から 70% ってことは 5% ぐらいなんで、この遅い速度がもっと遅くなったよみたいな、僕らの解釈だとそんな感じ、まあ、違ったらちょっとまた教えてほしいんですけど、まあそういった感じですね。でダメージの方が多分ダメージはあんまり変わらないんだけど、前のシーズン前々のシーズンから多分変わんないんだけど、大体ねこれ約78から81ダメージ、アップグレ前の方が1回引っかかったら大体それぐらいのダメージ数、でアップグレ後に関しては95から102ダメージぐらい、まあちょっともっといくかもしれないんだけど、まあ大体それぐらいだったよって話で、スキルチャージの方がアップグレ前が40秒、アップグレ後が32秒、僕らが測ったらそれぐらいの時間だったっていう感じですね。なんでトラマスに関しては引っかかってからどうですかっていうのが弱体化入ったよっていう感じですかね。はい、ということでお次いきます。はい、はい、お次はハッカーということで、ハッカーに関しては大幅な強化が入っておりますということで、メインスキルがアイスピック、近くにいる全ての敵のミニマップを黒塗りにし、ガジェットの使用を防ぐということで、まあ簡単に言うとミニマップがにゃーって、まあ多分今映像出してるんだけど、にゃーってなんか見えづらくなって、なおかつディフェンダーとか忍者とかみんな他のクラスが持ってんじゃん敵、その人らのクラスを使用禁止にしますよっていうもう最強スキルなわけ、めちゃめちゃ強い。でこちらの方がこのアイスピックね、ハッキング範囲の方がアップグレ前は 100m だったのが 120m に伸びましたよって感じですね、だから直径 240m に入ってる敵のクラスを封じるって感じ、ただ人数には制限があるんで、まあその入る範囲6人かな、6人か5人、6人ですね、6スキル6人って感じなんで、まあトラップマスターだったらトラップマスター
マスター、トラップマスターとか、まあ、4つまで仕掛けれるじゃんね、うん、アップグレードだったら、うん、それとあとは近くにある例えばエアボーンだったりとか、うん、他の機械が上のラン、うん、で下が人なんで人のクラスを封じますよっていう感じなんですよ、はい、でそれが6人まで、うん、それの範囲が伸びましたよっていう感じですね、うん、でアップグレ後に関しては 150m が変わらずって感じですね、うん、前も 150m で今回も 150m 変わりませんよっていう感じです。なんでアップグレ前がちょっとした伸びたよって感じですね、うん、まあ、ちょっと距離が伸びましたっていう感じです、はい、でハッキング速度がアップグレ前が 1.5 秒だったのが1秒になって、うん、アップグレ後が1秒から 0.75 秒になったということで、うん、もうね映像を見ていただいたら分かるんだけど読み込みがめちゃくちゃ早いんよ。めっちゃ早いね。そう、めっちゃ強いなっていう感じなんだけど、うん、まあ、そんな感じで強化入りましたね。でスキルチャージの方が60秒、前がアップグレ前60秒だったのが50秒、でアップグレ後が50秒から40秒になりましたということで、うん、スキルチャージも短くなったんで溜まる速度も速くなったって感じですね、はい、でこちらの方もストックが1なんで1回使ったらまたこの秒数って感じですね、うん、でサブスキルがハードワイヤー、ミニマップ上のレーダーは干渉を受けて遮られたり敵に探知されたりすることはありませんということで、はい、こちらの方が対ハッカーって感じですね、うん、相手がハッカーだった場合に近くで読み込みましたってなった時に、うん、ハッカー同士はハッキングし合えないんですよね、うん、だからミニマップも影響を受けませんよっていうのと、うん、敵に探知されないっていうのはハッキングのところにハッカーは出てこないよって話、うん、そうだからハッキングしてハッカーを封じることはできませんってことですね、うん、といった感じでハッカーは大幅な強化が入りましたということで、はい、お次行きたいと思います。はい、お次がリフィッターですね。はい、でリフィッターに関しては強化なんか弱体かなんかちょっとようわからん、うん、まあ、内容聞いてみたら多分わかると思うんだけど、うん、でメインスキルがアーマーパック、自分やチームメイトが拾えるアーマーパックを配置する各レイヤーは頭への命中を除く弾のダメージを軽減するということで、マックス3枚まで入れれるんですね、うん、アーマーパックみたいなのを、うん、で頭以外に3発ですね、うん、はい、3枚まで入れれて3発ダメージを軽減するっていうのがこのアーマーパックなんですよ、うん、前も僕リフィッターで検証してるんですけど、うん、正直そんなに強くないんですよリフィッターの3発って、うん、まあ、例えば仮に AK47 で敵を6発キルできますよってなった場合、うん、まあ、ダメージちょっと計算してないんで何とも言えないんですけど、うん、6発キルできますよってなった場合にリフィッターの人は1発増えるぐらいなんですよね。なんで6発は耐えるよって感じ、うん、7発目でやられちゃうって感じなんですよ、うん、それぐらいのあんまりもうちょっとビビたる防御力みたいな感じなんですよね、うん、で今回もそれに関してはあんまり変わらずって感じなんですよ、うん、効果に関しては、うん、なんで一応今回のアップデート情報みたいなところにはレイヤーごとのダメージ軽減効果をアップグレ前は 3% から 4%、うん、アップグレ後が 5% から 6% って書いてあるんですよね、はい、軽減効果を上げてるってことは軽減してくれるってことじゃんね、うん、もっと軽減しますよって感じなんだけど、うん、僕らが検証した中だとあんまり変わんないのよ、うん、本当に変わんない、うん、そうだからじゃあ結局トータル AK47 だったら6発で敵を倒せますよってなった時に、うん、あの7発ってのは変わらなかったわけよね、うん、前も7発だったし今回に関しても7発でやりきれちゃう。6発は耐えるんだけど前回も7発今回も7発みたいな感じなんですよね、うんうん、そうだからこれに関しては強化入ってんのかっていう感じ、うん、本当に分かんない感じかな、うん、でサブスキルの方がグリーザーゆっくり修理しアーマーと車両の耐久上限を増加させるということで、まあヘリコプターとか、まあ、車両ですね、車両に助手席でもいいんで乗ってたら耐久がどんどん上がっていく、うん、だから 1% だったのが乗ってたらどんどん上がっていくよっていう感じですかね、うん、アップグレ前が前も検証したんですけど5秒に1回 1% か 2% 上がるんですよね、うん、でアップグレ後だったら 3% ぐらい上がりますよって感じです。5秒に1回 3% ぐらい修理していきますよっていう感じですね、うん、でリフィッターがなんで強化か弱体化か微妙かっていうとスキルチャージの方が短くなってるんですよね、はい、だからスキルチャージは強化入ってるんですよ、うん、ダメージに関しては変わらないんだけど、うん、スキルチャージに関してはアップグレ前が60秒から50秒、うん、アップグレ後が60秒から40秒になってますよって感じなんで、はい、結構短くなってるんですよ、うん、溜まる速度に関しては、はい、でストックが一つなんで1回出したらまたアップグレ前だったら50秒、うん、アップグレだったら40秒、うん、待てば1個溜まりますよっていう感じなんですよね、うん、でここが強化されててダメージは強化されてるって書いてあるんだけどちょっと微妙かなっていう感じですね、うん、なんで弱体化か強化かちょっと微妙なラインっていう感じですかね、うん、リフィッターに関してはという形でお次行きたいと思います。はい、はい、お次がデスペラードということで、はい、デスペラードに関しては強化が入ってるということで、はい、メインのスキルがシールドターレット、うん、使用可能な間は無限の弾薬を提供するシールドターレットを配置ということで、
で、はい、まあ、タタタタタタタみたいな感じでずっと打てるみたいな感じなんですよね、うん、無限に。強化が入ったのはその発射速度がアップグレ前は 15% 上がって、うん、アップグレ後が 25% 前回よりも向上してますよっていう感じなんですよ、うん、なんで、まあ、ちょっと動画で過去の動画と並べれるかちょっと分かんないんですけど、まあ、発射速度ね上がってますよっていう感じですね、はい、でサブスキルがラストスタンド、ダウン時にピストルで命をかけて戦うこの状態でキルすると蘇生するということで、うん、こちらの方がね MW11 だっけ、ハンドガンの弾薬が決まってて、その弾薬内で倒せれば蘇生ボタンが出て、うん、それで自分を蘇生できるんですよ、うん、自己蘇生だから。それで敵を倒したらよくあるのが、敵をやりきったと思って敵が油断してリロードとか回復入れてる時に自分はちょっとダウン入ってるんで、うん、その時にハンドガンで撃ってその敵をやっつけたりすると自分は蘇生できますよっていう感じですよね、うん、でこちらの方もストックが1でスキルチャージがアップグレ前が60秒から45秒、うん、アップグレ後が45秒から36秒に変更ということで、スキルの時間もチャージの時間も短くなりましたよっていう感じで、はい、簡単に言うと連射が上がってスキルチャージの時間が短くなったよっていう感じですかね、うん、といった感じで今シーズンでちょっと強化が入ってますよっていう感じですかね、はい、はい、ということで次行きたいと思います。はい、はい、お次がメカニックということで、はい、メカニックに関してはもう若干の強化が入ってます、はい、でメカニックのメインのスキルが EMP ドローン、敵に継続的に EMP 妨害を仕掛ける EMP ドローンを呼び寄せるということで、はい、まあ、腰打ちにしかならないみたいな、うん、ビーって飛んでって、うん、敵の上でなんか UFO みたいなさ、うん、照射してその近辺だと腰打ちにしかならないよっていう、覗き打ちができないよっていう感じですかね、はい、で EMP ドローンに当たってる間は、うん、射撃ボタンも消えて、うん、足も遅くなるんでスライディングとかもしにくくなるって感じですね、はい、なんで一瞬相手の動きを若干止めれるっていう感じですかね、うん、でサブスキルの方がエンジニアということで、視界が拡大され 80m 以内の車両、敵トラップ装備が見えるようになるということで、うん、でこちらの方が車両とかが壁越しに見えるって感じですね、うん、80m 以内の、うん、そうで敵トラップって前から書いてあったんだけど、うん、何の敵トラップか正直分かんなかったわけですよ、うん、まあ、多分ちょっとあんまりメカニック使ってないから分かんないんだけど、うん、で今シーズンで強化が入ったっていう内容がトラップマスターが検知できるようになりましたよって感じなんですよ、はい、映像を見ていただいたら分かるんですけど、家の立てこもりトラマスとか、うん、めちゃめちゃ見えるし、うん、あと草むらとかめっちゃ見にくかったじゃん、うん、療養所側とかブラマ側のさ、うん、最終アンチら辺であそこにトラマス敷かれたらもう結構悲惨だったじゃんね、うん、あれが見えるようになったのがめちゃめちゃ強いなっていう感じなんですよね。なんで僕が思うに、まあ、これ個人的な意見なんですけど、プラベとかでトラマス今禁止されてるじゃんね、うん、でもトラマスがめっちゃ弱体化入ったのもあるし、うん、メカニックがあることによってトラマスの対策も立てるってことで、うん、なんか今後増えてくんじゃないかなっていう自分の中でちょっと思ってるっていう、まあ、ちょっとした期待みたいな感じですかね、はい、なんでメカニックはそれがちょっと強化されたよっていう、強化されたっていうかそれが見えるようになったよっていうのが強化内容ですね、はい、でストックがこちらに関しても1個だけで、はい、スキルチャージが60秒って感じです。1分で溜まりますよっていう感じですね、うん、はい、ということでお次行きたいと思います。はい、はい、ということでお次はメディックですね、はい、メディックに関しては強化も弱体化も入ってないということで、メインのスキルがメディカルステーションということで、自分や味方を継続的に治癒するメディカルステーションを設置するということで、はい、まあヒールゾーンみたいな感じでサークルができるんですよね、うん、その中にいる味方は回復できますよっていう感じなんですよ、メインスキルの方が、はい、でメインのスキルの中にもう一つ隠れスキルみたいなのが入ってて、うん、止血剤と救急キットとアドレナリンに関しては使用時間が 25% 減少するっていうことで、うん、映像を見ていただいたら分かるんだけど、アップグレ前とアップグレ後、まあ普通の他のクラスと比べても多分早いのは多分歴然なんだけど、うん、まあ、アップグレ前とアップグレ後で比較してほしいんですけど、まあ、それでもだいぶ速さが変わるじゃんね、うん、でもアップグレ前に関しても他のクラスと比べたら全然早いですよっていう感じなんですよ、はい、なんで使用時間が短くなりますよって感じですね、うん、でサブスキルに関してはメディックということで、気絶したチームメイトの回復と蘇生にかかる時間を 25% 短縮ということで、うん、まあ、敵の蘇生とかね、まあ、スクワットだったりとかデュオとかいろいろ多分大会出てる人とか多分分かると思うんだけど、一、うん、人がダウン入ったらメディック早く起こしてみたいな、うん、なんでかっていうとメディックの方が起こすのが早いから、うん、ダウンした味方を蘇生するのが早いっていう感じだよね、うん、っていうのがサブスキルですね、はい、でメインスキルに関しては、はい、アップグレすると回復量が 1.5 倍に増えますよっていうことで、うん、まあ、多分使ったことある方は分かるんですけど、うん、増える量が半端ないっていう感じですかね、はい、でスキルチャージが、まあ、こういった感じですね、うん、といった感じでメディック、まあ、今から説明していくクラスに関しては強化も弱体化も入ってませんよっていう感じですかね、はい、ということでお次行きたいと思います、はい、お次は、はい、
ポルターガイストということで、こちらの方もね強化弱体化はともに入っておりませんので、はい、メインのスキルがアクティブ迷彩短時間透明になるということで、はい、まあ、こちらの方がね、まあ、目の前でパンって消えられたらね、はい、前は多分見れなかったと思うんですけど、はい、まあ、今シーズンからなのか、はい、弱体化入ってないのに、はい、ここが光るっていう弱なんかステルス弱体化みたいな、ね、入ってんすよ、はい、まあ、使ってみたらね相手に使われたら多分分かるんだけど、はい、アップグレ前もアップグレ後に関しても、うん、透明になるって書いてあるのに、うん、今までも半透明だったよね、うん、ちょっと目凝らしたら見えるかなぐらいやったんよ、うん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 、なんだけどもうここの分かる MP とかだったらよくあるじゃん BR でもあるんだけどさ、うん、ここの肩の赤色のファーンってマーク、うん、あれがついてるっていう謎の、ね、やばくないこの弱体化っていう感じのね弱体化がちょっと入っておりますということで、うん、でこのアクティブ迷彩の使える時間が約15秒ですね、うん、15秒間透明になれるんですけどここは光ってますよっていう感じですね、はい、まあ、映像を見ていただいたら分かるって感じなんですけど、うん、そういった感じです。でサブスキルの方がボイドウォーカーステルス状態で走行速度と歩行速度が上昇ということで、うん、まあ、ステルス状態になったら走る速度と歩く速度上がりますよっていう感じですね、うん、でポルターガイストの方のスキルチャージの方がですねアップグレ前が75秒アップグレ後が60秒になりますよっていう感じで、まあ、こちらの方もストックが1なんで1回使ったらアップグレ前は75秒待ちましょう、うん、アップグレ後が60秒待ちましょうっていう感じですね、はい、でアップグレードするとメインスキルのアクティブ迷彩っていう透明になる時間が5秒伸びて15秒から20秒になりますよっていう感じですかねといった感じなんで、まあ、今シーズンから大幅な弱体化が入ったということで、はい、サイレント弱体化が入ったということでね、はい、皆さんご注意くださいということで、はい、お次行きたいと思います。 お次がトリックスターということでメインスキルが最高質ホログラフィックデコイ2個とメジャースピードブーツを使って敵を混乱させよう、うん、させよう。なんでこれだけ急に説明おかしいんだけど、うん、まあ、こちらの方がね、まあ、コピーみたいな分身みたいなのを出して、まあ、自分視点で見るとねなんかちょっと半透明なデコイが出てるっていう感じなんだけど、うん、敵から見たらちゃんとね人間が分身してるように見えるんですけど、はい、うん、まあねこのデコイちゃんもねアホなんでねなんかあんまり目隠しになんないなっていう感じなんですけど、うんうん、まあ、そのデコイの方をね出現させますよっていう感じですかね、はい、でこの最高質の方が秒数の方が20秒ですね、はい、アップグレ前もアップグレ後も出したら20秒間だけデコイが出ますよっていう感じ、うん、だから建物にね追われててとか建物に隠れてデコイ使って一瞬デコイが出てそいつを間違えて敵が撃っちゃったりしたら、うん、一瞬の隙をついて攻撃できたりとかする場面もありますよっていう感じですね、うん、サブスキルの方がアラートですね、はい、聴覚範囲が広がり敵の足音が聞こえやすくなるということで、うん、でこのサブスキルのアラートに関してなんですけど、はい、敵が忍者のスキルを使ってる時に限るっていう感じなんですよ、うん、条件としては。で忍者前説明したんですけど、うん、アップグレ前もアップグレ後アップグレ後に関しては無音になるっていう説明したと思うんですよね、うん、でトリックスターの場合だけちょっと例外でトリックスターはもう耳が発達してるみたいな感じなんですよ、うん、なんでアップグレ後の忍者も足音が聞こえちゃうんですよ、うん、アップグレ前の場合ですね忍者がアップグレ前の場合45メートルで聞こえます、うん、で忍者がアップグレード後になって無音になってる状態なんだけど、うん、トリックスターだけ20メートル以内に入ってきたら足音聞こえますよっていう感じなんですよね、うん、なんで唯一忍者対策みたいな感じで足音が聞こえますっていうクラスですね、うん、でスキルチャージの方がアップグレ前もアップグレ後も40秒っていう感じですね、うん、はい、これは変わりません。でストックが1個なんで1回使ったらまた溜まるまで40秒待ちますよっていう感じですね、はい、はい、といった感じで次行きたいと思います。おい、はい、お次がスモークボマーということで、はい、こちらもね弱体化強化ともに入ってませんのでメインスキルの方がクラスタースモークグレネードということで指定エリアに敵の移動速度を低下させる煙幕を発生させるということで、はい、まあ、映像を見ていただいたら分かるんだけどねもう爆炎ですよね。クラスタースモークなんでクラスターって分散するじゃんね、はい、それの煙バージョンみたいな感じなんですよね、うん、でそこに敵が入ると足が遅くなるんですよ、うん、大会とかねプラベルームとかだったら禁止の場合が多いんですけど、うん、まあ、野良とかで使う場合だと敵がいる、まあ、例えばスクワットだったりとか、まあ、ソロでもそうなんですけど敵がいるところに投げることによって、うん、敵の足が遅くなるんで、うん、まあ、直接そのまま敵に向かって投げるみたいな感じですかね、はい、でこれがサブスキルと併用することによってめちゃめちゃ強くて、うん、サブスキルの方がスモーク視点ということで中にいる全ての敵が視認可能になる煙幕を放出する、ダメージを受けると走行速度が上昇するということで
で、まあ、こちらの方がねスモーク投げました。で敵に敵の近くで分散します、うん、でスモーク焚かれて敵の速度が遅くなりますってなった時に遠目からでも敵がめちゃめちゃくっきり映るんですよね、うん、なんでそいつを遠くからでも抜けますよっていう感じですかね、うん、でこちらのサブのスキルのダメージを受けると走行速度が上昇するっていうのは煙の中にいる時にもし被弾した時にダメージ受けても速度が上がりますよっていう感じですかね、はい、でスモークの方がね投げてから20秒間出ますよっていう感じです、うん、でスキルチャージの方がアップグレ前が47秒、まあ、約、はい、アップグレ後が37秒ぐらいですね、はい、でこれもストックが1個なんで投げてまた溜まるまでにそれだけ時間かかりますっていうことですね。といった感じです。お次いきたいと思います。おい、はい、お次はエアボーンということで、はい、こちらも何も弱体化強化入ってませんので、はい、メインスキルがインジェクションデバイス、カタパルトを設置して味方を空中に射出しウィングスーツを起動して滑空させるということで、はい、んーしゅーんバサーって感じですね。はい、なので味方も飛ばせるし自分も飛べるよっていう感じですね、はいはい、でこちらのメインスキルのインジェクションデバイスっていうのが、はい、まあ、なんかスモークみたいななんか投げ物投げるんですよね、はい、で4秒後にカタパルトが降りてくるんですよ、はい、天空から降りてきて、うん、でカタパルトに乗って上がった時にアップグレ前が 100m 上がりますよって感じ、はい、アップグレード後は 150m 上がりますって感じですね。カタパルトがずっと居続けるわけじゃないんで、うん、それが消失するんですよね、うん、まあ、壊れちゃうみたいな消えるっていう感じなんですけど、それがだいたいアップグレード前が45秒、アップグレード後が55秒でカタパルトはなくなるんで、はい、出してすぐ乗らなくても45秒間はそのまま放置でも大丈夫だよって感じですね、うん、まあ、だから時と場合によって乗ったり乗らなかったりみたいのができますよっていう感じですね、はい、でまあ、よく使われてたのが、僕もプラベの大会に出た時にエアボーンがアリのルームに出た時に使い方としては、うん、エアボーンの人が乗って飛んで周りの方、周りに敵がいないか索敵する、降りてきてまたもう一個自分で乗ってっていうのをずっと繰り返して索敵するっていう使い方がエアボーンありましたね、うん、まあ、そういった使い方もありますよっていう感じですかね、はい、でサブスキルがライトウェイトということでウィングスーツ使用時の降下速度が減少するということで、はい、まあ、上がる高さとかはエアボーンの人も他のクラスの人も一緒なんですよね、はい、ただエアボーンの人だけ落ちる速度が、例えば他のクラスがこう落ちるのが滑らかになるっていう感じ、はい、ゆっくり落ちてくるんで滞空時間がちょっと長いんですよね、はい、なんでその分遠くまで飛べますよだったりとか、うん、エアボーンの人とかは初動の飛行機、うん、って最初バトルは始まりますってなった時の初動の飛行機の折りが遠くまで飛べるんですよね、うん、そうっていうのは滞空時間が長いから、サブスキルのライトウェイトってのがあるから遠くまで飛べますよっていう感じなんですよ、うん、はい、でスキルチャージの方がカタパルトがなくなってから75秒です、はい、アップグレ前もアップグレ後も75秒で出てきますっていう感じですね、はい、まあずっと前からなんですけどこのスキルはもうめちゃめちゃ強いですね、うん、正直エアボーンはね、はい、まあ前から強いんですけど今も強いね。といった感じでお次行きたいと思います。いはい、最後なんですけど、はい、最後がクラスターストライクということで、はい、まあ、こちらに関してはね出たばっかりなんで強化も弱体化も特に入ってないかなっていう感じですかね、はい、でメインスキルの方がクラスターストライクということで指定されたエリアへのクラスター空爆を行うということで、はい、まあ、映像を見ていただいたら分かるんですけど、まあ、結構遠くの距離まで飛ばせるっていう感じなんで、はい、強ポ取りたい時とか、まあ、基本的に空爆要請を行いますっていう、まあ、ライトであそこら辺ですみたいな感じで、うん、ミニマップのところにこの辺に空爆落ちますよみたいな表示が出るんですよね、はい、で落ちてくる時間がめっちゃ遅いから、うん、正直逃げれるんよその間に、うんうん、そうなんだけど強ポ取りに行く時、例えば山上に敵がいますそこ取りに行く時にはめちゃめちゃ強いかなっていう、うん、そこどかすのが目的だから、うん、それで使えるかなって僕は正直思いますかね、うんうん、でサブスキルの方がフライスワッターということで近くにいる翼のある敵を表示しロケットランチャーのリロード速度を上げるということで、はい、まあ、自分のねミニマップに出てる、まあ、滑空中の敵をマップに表示させるよって感じだね、はい、だから滑空中ってなかなかないけどね、うん、エアボーンで飛んでたりとかさ、ね、山上から飛んでたりとかっていう状況の時にグライダー多分出ると思うから、うん、その表示が出ますよっていう感じと、もう一個の効果がロケットランチャーのリロード速度を上げますよっていう感じなんで、うん、まあ、SMRS とあと FHJ のリロード速度上げますということで、うん、通常のクラスであれば SMRS の場合4秒リロードにかかるんですよ、うん、それがアップグレなしの場合クラスターストライクの場合は 3.3 秒、はい、でアップグレ後も 3.3 秒っていう感じですね、はい、で FHJ の場合だとクラスターストライク以外のスキルの場合は 2.4 秒かかります、うん、クラスターストライクの場合アップグレなしだと2秒、うん
アップグレ後だと 1.6 秒ってことで、まあ、半分とまではいかないけど、若干リロード時間短くしますよっていうのがサブスキルの2個目のスキルですね、まあ、なんで普通にね FHJ に関してはリロードが早くなると、次ヘリ撃つのが早くなるんで、ヘリを追撃しやすいかなっていう感じなんですけど、まあそういった感じでスキルチャージの方がね70秒なんですよね。でアップグレードすると60秒になりますよっていう感じですかね、なんでこちらもストックが1個なんで、1回使ったら70秒待って、アップグレードだと60秒待ちましょうっていう感じですかね。はい、といった感じで、今シーズンまでのクラスのね、まあ、詳細みたいな感じで僕らがちょっとね検証できてない部分もあるんですけど、まあね結構ね詳しい内容まで知れたんじゃないかなっていう感じではあるんですけど、まあ、ぜひね大会だったりとか普通の通常マッチとかでも、まあ、使える内容があればねこちらの方を使っていただいて勝ちまくってくださいということで、めちゃめちゃ時間かかって検証したんでね、ぜひともグッドボタン、チャンネル登録、前半に言ったんですけどよろしくお願いします、ということでお願いします。またねこういった動画出すんで、ぜひまた参考にしていただけたらなと思います。今回の動画はここまでということで、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。